宙って遠い？近い？どうかな？うん、そうだ。遠いけど意外と近いんですよ。例えばここから新幹線の、はい、と語りかける村田健二さん。はやぶさ2が小惑星リュウグウの石を採取する際、惑星の表面にクレーターを作る装置の開発に携わりました。小惑星の上をぐるぐる飛んでですね、小惑星の形を調べたり地図を作ります。子どもたちが食い入るように見つめる中、はやぶさ2が小惑星の石を地球に持ち帰るまでの足跡が伝えられました。バーンと石が巻き上がってますね。でこれをのうちのいくつかを取って地球に持って帰るっていうことをやりました。はやぶさ2が持ってきた石はどんな生命につながっていますか？それはね、これからだね。皆さんが中学校高校に行く頃には生物の教科書が変わるような発見があるかもしれません。まだ見ぬ宇宙の話に夢が広がります。私の好きな言葉の中にね、宇宙は人類、地球に住んでいる人類のためだけにあるには広すぎるっていう言葉があります。他にも星にもあって文明とか知性を持った生物がいてっていうふうにしてるはずだと。宇宙人だけに限ったことはなくて、もう違ういろんな生物っていうのはいるのかなと思いました。月に行くエレベーターみたいに聞いたことある未来が未来がすごいね、楽しみ